救急ね。あ、うん、一個欲しいの。いいよ。人具は遠くない。ほら、余分に持っててよかったね。ゆっくり読む。グレネードがないから、グレネードあったら。ありました。うん、そこに帰れるからね、車。あの、ソラさんが入った時にさ、もっとこうした方がいいとかさ、こういうことできるんじゃないってのも、なんかすごい、すごいわかんない。僕もそうしたいけど、やっぱその、慣れてるプレイヤーと慣れてないプレイヤーじゃ、やっぱできることが違うから、その、なんだろう、そのファイトに行って負けるリスクの大きさを取れなくて、僕ずっと。そうそうそう。ずっとその択を取りたい、取りたい択を取れずに、なんだろう、人の隙間に合わせて取るみたいな。いやでもソラルさんと成瀬ちゃんもすごいメンタルケアだったな、僕からすると。リスクヘッジいっぱいあったから。そうそう、自分と同じ実力のプレイヤー3人だったら絶対ぶっ殺してたみたいなシーンとかも、僕はいけるけど2人は多分難しい戦闘になるとワンマンになっちゃうから。一番好きなゲームを私やります。PUBG っていうなら PUBG やりますよ。私は。おラルさん。やったことないですか、ね。最後まで諦めない感じ。熱かったぜ。ありがとうございます、ラルさん。DID は無駄だった。嘘です。無駄じゃなかったと思いました。今大会でなんか視野めっちゃ広かった。CR で戦ってきたからか、重り練習になってた。また遊んでください、ラルさん。はい。レディー。ワイ。レイス以外でインファ鍛えれるキャラって誰？いないんじゃない？いないんか。レイスいつか変わろう。まあもう本当マスティングも練習したけどな。ああ壁じゃん、飛び出し練習。あ、でもラスさんの壁じゃん映して勉強しちゃおう。あっぱいい。すぐ振り向いて壁じゃんしてたのが怖かったんだよ。いやーラスさんちょっとぶっ壊れてるからな。一人来たん？ナイス。ナイス。で、パクかする。さすがにね。これで、上で蘇生するわ。ああのコーナー。あれ、ラルさん、ランクいくつだ？ラルさん、行きますぜ。ラルさん。俺はダイヤにしようかなと思ってるんだよ。行ったね。ありがとう。優しい、こいつ。ラルさん、おった？お、いるぞ敵。これテンションの上に回復ね。あ、弱いんだ。バッタあげようか。あ、セルの方がいいか。バッタちょっと なかったことにして。贅沢俺にとっては。うん、さすがに。オッケー。アルさんもカスタムでね、敵同士でね、ネットでねえやってましたからね。おい、マスクもあるぞ。出るなぁ。上手くなりて。ラルさん、D3? え？マセすぎ、それは。D3? ちょっと、それは強すぎますね。D3 やばいな。マセ7。永遠に。ちょっと持っといてあげるよ。ありがとう。本物じゃないかな、次は。このゲーム上手い人。もう一個足落としまい。いったー。あら。